さあどうもこんにちは、モータージャーナリストの小宮坂です。今どこにいるかと言いますと、ここマリカーリ川のガレージなんですけど、後ろにあるのはこれ GT2 ではなく、ちょっとカメラ反転させます。さあ先日お伝えしたイーカラ号、隠れイーカラ号ですよね、86の GRMN なんですけれども、ちょっとね今緊急事態いろいろ起きてまして、整備です。これオイルを、抜き取る機材ありますけれども、ちょっとオイル油量をちょっと調整しまして、いやもしかしたらエンジンちょっと行っちゃってるかもしれないし、ちょっとこの辺りを今からチェックしにっていうのも、昨日実は月齢があって、今で曲がり川のこのクラブでは、ハイパー系の月齢と、あとは350馬力以下の月齢で、これやっぱめちゃくちゃ楽しかったので、でそうした最後の走行ちょっとできず白煙が出てきちゃったのでね、その辺り今からちょっとどうなってるかっていう辺りを、今オイルのレベルは下げてもらって、でこれからちょっとチェック走行して、でこれでも白煙が消えなかったら川崎持っていきましょう。 JR ガレージ持ってってちょっと修理かなとも思ってます。じゃあちょっとチェックしていきます。の前にちょっと昨日の走りの映像ね、この車やっぱ超気持ちいいので、これは絶対直しますよ。はい、じゃあ行きましょう。どうぞ。さあ行きましょう。もうね、今日は突然ですけどタイムアタックです。僕ルールあんま知らず、午前中練習走行だったそうですね。どっちにしてもウェットだったので走れてないという、そういうお話ではあるんですけど、いやーこっからもう初っ端ワンアタック目が始まります。なのでもうこれちょっと僕が手探りしながらのワンアタックです。もうタイム計測です。何秒出るかね、ちょっと行きましょう。僕は今回48秒を目安に行きます。WRX が48秒なので、これコーナーリングマシンですので、さあ行こう。さあもうこれでタイムアタックだもんね。ちょっとどういう VSC はスポーツで行こう。おお、エンジン気持ちいい。ここ4速で普通に行けんの。あ、リアすげえ安定してる。行ける。あ、行ける行ける。あ、すげえ気持ちいいじゃんこの車。いいじゃん。さあ140、145、どこまで行く。ストレート、リミッター当たるまでいかない。あー、パワーが足んない。ターボが欲しいね。181、3、6。でもバランスいいと思うな。コーナーリングマシンだね、やっぱ。うわすげえ速い。あ、なんかねブレーキ制御が結構賢く入るかも。ウィングが結構効いてます。結構いいと思う。コーナーリングが気持ちいい。でもタイム出んのかなこれ。でも走ってて楽しい。最高。ワンアタック目、初めての曲がりが 86GRMN。 さあブレーキ踏んでスムーズに戻して、ハンドル切ってアクセル入れて、あ、いい感じ。もうちょいいけるね。次もうちょい頑張ろう。ぶっつけ本番なんで、さあブレーキングはそこからでいいだろうね。軽いからもうちょいいけるんだ。ローパワーだからなるべくコーナリングスピードを稼いでいく。さあ次がしびれるところだよ。一回ゴー。
様。けどサーキットアタックしてて今までの中で一番気持ちいい、楽しい。 GT2 とかよりももう正直楽しい、気持ちいい。いやーこれすごいよ。ブレーキちょっとまだいけんだろうけど不安だな。いやこのね VSC スポーツが賢すぎる。これ多分ニュールとかの24時間とか戦ってる時の当時ね、だからその時に開発された電子制御じゃないですかね。速さを全然邪魔しない超賢いトラクションコントロールの役目もしてるし、だからアクセルを結構無造作にも踏んでけちゃう。いやこれいいよ、いい。で何よりここ5速に入っていくでしょ、で4速入れるでしょ、でここからのシュパーンっていう入りが気持ちよくてしょうがない。いやーこれ楽しいよ、ここも気持ちいいよね。いやーもうちょっと足をちょっと固めないと、今これちょっと時間なくてもう走行になっちゃったので、ちょっとダンパーが柔らかくてもうちょっと反応速度速くしたいから少し強めます。前後バランスは悪くない感じだから10の1ぐらいやってもいいかもな。ちょっと快適仕様のダンパーからちょっとはい入れ替えます。さあ何秒だったかね、感覚的には50秒フラット、そんな感じです。さあ2回目のタイムアタック、1回目はまだ全然攻めきれてないので、やっぱなんか腹時計と一緒の50秒フラットでしたね。これをどうにか58秒台まで持っていけたらいいなと今は思ってます。はい、そのために全体的にペース上げます。全体的に空力をもうちょい使います。で足固めたので、さっきちょっとふにゃってたのでその分で少しもういけると思います。あとエアコン切ります。さっき切り忘れてたので、まあそのあたりでどうなってくるかっていうあたりですね。さあ行きましょう。あーさっきより足すげー反応してる。多分タイム1秒上がると思う。さっきより全然いいよ。タイヤが垂れてきた。速
が上がった？もしかして。なんだこれ、ちょっとタイヤの垂れなのか、速度が上がっちゃってんのか、この判断はタイムを見てみないと分かんない。これでもし48秒台入ってたら、単純に速度が上がってるだけ、48秒入ってなかったらタイヤが早めに垂れた。だから足固めちゃったからタイヤにどんどん荷重がかかり、あのなんて言うでしょう、仕事をさせちゃってるから発熱量が増えてっていう、そういうバランス。どうだろうね、ここが難しい。ちょうどね、この車が得意とするセクター3、最後のあのテクニカルなこちょこちょこちょっていうところ、あそこでタイヤが終わっちゃってた。だからあの終わっちゃってたっていうのは、別に完全に終わっちゃってたわけじゃなくて、ヒートしすぎた。だからこれね、多分 2.3 とかを、230とかを超えちゃったから、だからもうちょい下げてスタートしないとダメだね。だからこれ3回目、天気このままだったら190スタートかな、200、今200スタートでエアが行っちゃった感じなんで、いやタイヤがペースが上がったとかうんぬんもあるけど、タイヤが終わっちゃったよね、絶対に。ヒートしすぎちゃったから、やっぱ195か190スタートにしないと。でフロントが結構押し出されちゃってて、リアが使えてないから、だからリアを少しだけ、いやこれ固める、リア落とす、悩ましい。ちょっと考えます、これセットアップ。さあ何秒でしょう。路面はさっきより若干良くなってる。さあじゃあ3回目いきましょう。もう1回です、どうぞ。さあちょっとどうなるかね。まあここあの貸し切りエリアというか私有地なので、はい、ちょっと今手持ちでやらせてください。カメラ忘れてきちゃったので、 GoPro はね、はい、今日急遽です。でなんかゴミちゃん珍しくメガネしてないねって。そうなんですけど、まあ走ろうと思ってたので、まあなのでちょっと走れないっていう状態ではあるんですけど、もしかしたらと思って、ちょっとヘルメットやっぱ被る時とかはメガネがあるとちょっとめんどくさい状況もあったりするので、まあなので、まあ今コンタクトという形でやっております。さあちょっとここで一回止まって、白煙出てるかね、ヘリポート。今日ヘリは誰も来ないでしょう。うん、昨日来てましたよね。はい、まあヘリで移動される方いらっしゃるんですよ。そうなんですよ、白煙が出ないとするじゃないですか。白煙が出ない状態であっても馬力チェックとかはしたいんですよね。なぜならば、要はリングがなんかまあ破損というか、いや今のところ大丈夫だね。リング破損してる時ってその若干圧縮漏れとかそういうのも起きやすいので、まあそこから逆流してオイルが上がりやすいっていうのもあるんですけど、そうすると燃焼室でオイルも一緒に燃えて、要はちょっと臭い匂いとともに白煙が出るっていう話なんですけど、あ出なくなった白煙。ちょっと一周していきましょう。さあここ曲がり川のヘリポートです。この奥にねちょっとオフロードコースっぽいのもあるので、今度あのジムニーで、ジムニーじゃないごめんなさい、あのラングラーで来た時にちょっと走らそうかなと。ジムニーも欲しいよねやっぱね。いやーでもね、改めてすっげー気持ちよかったです。この車やばかった、この気持ちよさは。さあここがストレート、裏ストレートです。この右側はその左側に連絡路があって、はい、どんどん降りていくという形で、まあこれゲートに向かってます。この奥がよくタコツボって言ってる場所ですかね、うん、そんなことよりエンジンにあの注力しなくていいのかって、あの注視しなくていいのかって、まあフィーリングは取ってます。でも今のところ大丈夫です。ちょっと今はね完全あのあんまおすすめしないですけど、裸足で運転してます。なんで裸足かって、いやもうこういうねエンジンチェックみたいな時はね、ほんのちょっとのアクセルワークとかね、なんかまあ情報たくさん仕入れたいので、ちょっとチェックするために今裸足です。アクセルどのぐらい踏んだ時にどんな振動とか、なんかまあ壊れてる時とかってなんか意外とまあいろんな情報あるので、今んとこエンジン正常なんですよ。ちょっと正常っぽいですね。
まあでも、あの、雇用チェックの仕方は、あの、しないでくださいって言い方おかしいですけど、いや、なんとなくその車のメンテとか自分で構造とか分かってる方は、だから、オイルが入りすぎてると何がどうなっちゃうのかっていうところを理解してるんであればいいかと思いますけど、要はこれが起きるとこうなっちゃうよねっていうのが分かっていたら、じゃあそこを中心にちょっと注意しながら少し走ろうとか、うん。だからこの後僕 U ターンして少し回します。これ今負荷してんのも、これ負荷かけてアクセル踏んでるわけではないので、クラッチ踏んでるので、だから次にこれでできるのはミドルぐらいまでちょっと回転を上げた時の、いやちょっと圧縮漏れしてるかな、どうだろうな、ちょっとこの時点でもう一回だけ、うん、さあちょっとケム見てみます。あーこれはダメだ、うん、あのお見せします。はい、これわかります、見えますかね、こっちから映した方がわかるか。これは川崎行きです。この車リング行きました。はい、これ完全リング行きました。これはちょっとあんまりもう負荷をかけない方が、エアコンがかかってない時の負荷だったら、いやそんなことはないよね。これね、フロントで若干カタカタ音してるんですよ。これフロントでいうこのカタカタ音って、いやこれは音入らないよね、このカタカタ音今してないです。普段しないこのカタカタ音がしてるってことは、4気筒が綺麗に燃焼するときに若干ムラが出てるはずなんですよ。だからそれがちょっとね、このカタカタ音に通じてるのかなと。いやー残念ながら、ダメでした。エンジン開けましょう。これは開けて、まあこれで踏んじゃうとピストン頭打ったりしてシリンダーとかまで全部ダメになっちゃうんで、ピストンリングだけの交換なんかじゃいかんよね。いやそもそもこのバランス取りしたエンジンを開けるっていう行為が嫌なんだけども、ちょっとまあこの辺り確認してみよう。はい、しょうがない、やってみるしかない。いや僕白煙が出ていて、そのなんて言うんでしょうね、前にもうオイル上がりしちゃったオイルの残りが出てるんじゃないかなっていう、ちょっとかすかな期待も持ってたんですけど、いや違います、今現在でオイルを、油量を適正にした状態でも白煙が出ているので、完全にオイルが上がっております。まあ厳密に言えば今こういう風にちょっと走ってるのもあんまりよろしくはない。この状態で負荷は絶対かけちゃいけない。ピストンのヘッドが、首振るような負荷は絶対かけず、丁寧に今戻っております。わー、いやーまあしょうがないね、まあ起きたことは起きたことなんで。じゃあまあ何にせよこれはもう走らせられないので、ローダーでまあ川崎持っていきたいなと思います。 GR ガレージ持っていきたいと思います。まあということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。まあこの動画がどういう形になってんのか、一本動画になるのかな、ちょっとわかんないですけど、はい、一般道でのちょっとマニュアル操作等もちょっとこれで本当は撮影しながらっていうのも考えてはいたんですけど、ちょっとそれが取れずないので、まあマニュアル操作のペダル配置を見たいっていうのがメンバーさんからちょっと要望いただいてるんですけど、それは WRX でやろうかな、はい、と考えております。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。最後にちょっとメカニックの方に2,000〜3,000回転回していただき、ちょっと煙の状況を撮りたいと思います。いやー今これ出てない、なんでだ、もう少し、そしたらボンボン吹かしてもらえます。
いや、さっき下のゲートに行った時に、はい、止まった瞬間にずっとボボボボって出てたんですよ。多分燃焼して溜まったのが燃えたんだと思います。やっぱそのオイルですかね、はい、いや今全然出ないですもんね。で音綺麗ですもんね。これで言うといけちゃうかもしれない。いけると思います。じゃあちょっと僕の責任で少し高回転でまた下のゲートまで行ってきます。じゃあちょっとね大丈夫そうなので1回だけ、いや大丈夫だと思う。エンジンのフィーリングも、いや曲がり側のメカニックの方とかレース出身の方も多いので、本当ね心強い、うん、本当心強かったです。ありがたいです。さあじゃあちょっとこのままもう少し様子見ていろいろ走ってみたいと思います。やっぱ結構オイルしぶとかったんですね。やっぱねエンジンの上がったオイルがさっき燃焼してて最後のもう悪あがきのように白煙出てましたけど、今こういう風に触っててですよ、いやオイル混ざってないんですよこれ。全くこの水蒸気とか それしかないんですよ。だからこれオイル混ざってるとこういう感じにならないんですよ。もっとヌメヌメっていう、あ全然水気しかないこれ。だからいやこれ大丈夫ですね。やった壊れてない、やったね、走れる、超嬉しい、半端ないテンション上がった。今度タイムアタックしてあげるからね。ってことはあれだけのオイルの量で走っててあのタイムってことはやっぱターゲット、だからやっぱ WRX の STI とかと同じタイムいくと思う。これ48秒は出ると思う。いやーありがとう 86GRMN。 いや今度高回転まで回したいですね。あちなみにここ曲がり側のゲートです。こんな感じです。かっこいいでしょ。ナンバー登録してある車とかそのままゲート開くんですけれども、あの登録してなかったらこの奥にですねスタッフの方いらっしゃるので、まあその都度あのゲストの方とかは開けてもらうという形で、いやーちょっとここでサムネ今回ここにしようかな。はい、いやーでもよかった、壊れてなくて本当嬉しいです、ありがとうございます。まあ、このまま一般道でもマニュアルのあの足の操作とかそういうのも撮影したいと思いますので、はい、ではではまたその動画を見てください。これとは別になるかと思います。これはもう僕が超落ち込んでからのハッピーっていうそういう動画でした。ではでは失礼します。いかがでしょう。いやー本当良かったです、壊れてなくて。でその後もまあこういう事例もあるかもしれない、参考までにお伝えしておくと、じゃあなんで壊れてないのにあんなに白煙ずーっと長い間出てたのかねっていう、やっぱね白煙の出てる量がちょっとね多かったのと、あと長かったんですよ。でまあそれがちょっと気になってたんですけど、まあ結果としておそらくもう今ねすごいいい匂いもしてたし、いい匂いって普通のまあ匂いなんですけど、でエンジンも昨日よりも本当気持ちよく吹けるような感じになってて、本当万々歳なんですけども、なんか古い言葉言ったね。でやっぱね触媒に結構オイルが溜まってたんじゃないかっていう、でその触媒がある程度温度が上がるまで時間かかるじゃないですか。でその温度が上がった時に初めて触媒のオイルとかが若干燃え出して白煙としてちょっとポロ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 って出てたんじゃないかっていう。で今その触媒もさっきちょっとね高回転まで回して温度上げたので、だからもうそしたらもう今全く出なくなったので、だからやっぱオイルが若干入りすぎてたっていうところで、まあだから壊れる前にまあ止めることができたっていう。だから白煙がちょっと吐き出した瞬間にもう周りがみんなピットで大騒ぎになって、うわ白煙すごいじゃんって言って止めたので、だからその時に全開負荷でかけて走っちゃってたら壊れてたかもしれないですけど、まあ気づくのが早くてよかったですね。はい、ありがとうございます。まあ何にせよ 86GRMN は動画登場しますのですぐに、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。もうエンディングが何回もあってすいません、ちょっと追加情報という形で展開させていただきました。ではでは。とちなみに改めて久々に聞こう。メガネあり、メガネなし、どっちですかね。はい。まあ、このあたりも、はい。どっちでもいいっていう話でしょうけど、はい。ありがとうございます。